どかな昼下がりのひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。犯罪情報局ザ・ウォンテッドの時間です。まずは今朝から世間をにぎわせているこのニュースからお送りします。今日未明、茨城県つくば市の新興住宅街で歯科医を営む夏目光一さん48歳と妻の幸子さん42歳の2人が惨殺されるという猟奇事件が起きました。2人は全身を鋭い刃物のようなもので切り刻まれており、犯人はおそらくチェーンソーを使って犯行に及んだのではないかと警察は見ています。犯行現場となった夏目さん宅はまさに血の海、ホラー映画さながらの惨状だったということです。警察では事件発生直後から行方をくらましている夏目さんの一人娘 A 子17歳を重要参考人として現在その足取りを追っています。 A 子はおとなしい性格で学校の成績も優秀でした。彼女に限ってこんなことをするはずがないというコメントも多く聞かれていますが、いや、この A 子が犯人と見て間違いはありませんね。こういう優等生タイプが怖いんですよ。この少女は今非常に危険な状態にあるんじゃないかな。顔や名前を公表してちゃんと指名手配するべきだろう。この際少年法は無視だよ、無視。まあ凶器と思われるチェーンソーを持ったまま行方不明になっているという可能性も十分考えられるわけですからね。チェーンソーか。歯医者が使うタービンの音とチェーンソーの音ってどっか似てますよね。それって非常に暗示的じゃないですか。なるほど、鋭い意見ですね先生。よ、どこ行きたいんだ。しかしこのような残虐な手口で両親を殺害するとは私にはとても信じられません。一体どういう家族だったのでしょうか。家族とはもっと温かいものだと私は思いたいのですが、今の時代、それも共同幻想に過ぎないのでしょうか。それでは今日はこの辺で、また来週のこの時間にお会いしましょう。今朝早く、千葉県銚子街道沿いの崖下で、長距離トラック運転手、岡田真一さん42歳の死体が発見されました。岡田さんは全身をチェーンソーらしきもので切り刻まれており、死後1週間を経過しているということです。警察では今月5日につくば市で発生した歯科医師夏目さん夫婦殺害事件と深く関わりがあるとみて捜査を続けています。夏目さんの一人娘 A 子17歳は未だ行方が分からず、疑惑は深まる一方です。おいおい、このままどんどん被害が広まったらどうなるんだ。何が A 子17歳ですか。少年法とそのようにどっちが大事なんだ。全くです。そこで我が番組では独自の判断により A 子の写真、名前を公表することにいたしました。無論非難は覚悟の上です。いくら未成年者といえども殺人鬼を野放しにしておくわけにはいきません。素晴らしい、それこそマスコミ魂ですよ。ではご覧ください。これが容疑者の A 子、夏目百合子です。新人キャスターの遠野愛です。
当のアスカに代わり、今日からこの番組を担当いたします。犯罪情報局ザ・ウォンテッド緊急特番、まずはこの映像からご覧ください。どうぞ。忘れかけていた温かいものを思い出しますね。泣けてきました。これぞ日本の平和の象徴ですよ。本当ですね。誘拐事件に精一杯立ち向かった遠野さん一家、その愛と勇気の姿を引き続きご覧ください。